中座は、大阪府大阪市中央区にあった劇場である。道頓堀の近くにあり何は座、角座、朝日座、弁天座とともに、道頓堀五座と呼ばれた。1653年、道頓堀開作時に周辺に多く設けられた芝居小屋の一つとして、同じ場所に中の芝居の名が確認されている。1806年、摂州大阪地図に、竹本座、角座、豊座、 武田座と並んで、道頓堀五座と記されている。1928年火災により、消失、1930年台風により、東海、1945年3月13日、大阪大空襲により全焼と、何度も失われその都度再建を繰り返している。戦後も、1948年に木村組の大阪支店長、安倍恒夫の施行により再建され、 富士山博美が、松竹新喜劇の上演の拠点にするなど、情報芸能を支えた。1999年、老朽化と営業不振により閉館され、大阪府指定文化財の破風を残し取り壊された。その後、飲食店が入ったビル、セラビスクエア中座を経て、2009年7月、閉店した食い倒れの名称を借り受け、中座食い倒れビルとなり、 食い倒れ太郎が一年ぶりの復活を遂げるなど、現在も中座の名前は残り続けている。現在の運営元はザイマックスプロパティズ関西。かつて中座の奈落に祀られていた柴エモンタヌキ大明神が、ドービルの4階に移されたが、2000年に里帰りし、現在は、相本八幡神社に祀られている。 跡地に建てられた中座クイダオレビル2002年9月9日3時10分、解体工事に際しガス配管の除去工事で、配止管と取り違えて、本管を切断する施工ミスにより大量のガスが、漏出、因果爆発による大惨事を引き起こした。これにより、解体前の中座及び隣接するビルと、当然寺横丁16棟が全焼したが、奇跡的に死者は出なかった。原因は、 1976年に行った改修工事時の図面誤りを確認しないまま作業を行ったためとされる道頓堀の歴史道頓堀ネット2016年12月21日閲覧我が家中座思い込め30日震災橋で講演大阪日日新聞 http://www.nnn.co.jp コロンススララッッシシュュスラッシュ大日スラッシュニューススラッシュ160113スラッシュ20160113019 html2016 年12月21日閲覧失敗1 0 0 0から解体途中の中座が爆発。ありがとうございます。<laughs> <S 1> <S 1>